のベスト4組み合わせ確定。対戦カードがこちら。ドイツに勝ってスペインが世界一なんか喜んでる人多いが、フランスにコケにされるでしょう。僕はスペインに1票でお願いします。見物ですね。ふふ。いや、フランスの貫禄勝ちでしょう。デシャンの罠にはまり、塩試合でフランスの勝ちでしょう。スペインはドイツ相手に運が良かっただけ。イングランドもフランスもいいサッカーができていない。スペインがダントツでいい。イングランド、オランダは普通に楽しみ。オランダ、フランス、イングランド、スペインとなるとかなりの塩試合方を覚悟しないといけない。準決オランダイングランドか。なんだかんだちょっと収束した感じある。あんまり内容の良くないイングランドとオランダがなんだかんだで4強に。イングランド VS フランスの塩決勝が見えてきたな。 PK と OG だけで勝ち進むフランスと塩試合のまま勝ち進むイングランド。仕上がった方が優勝すると言わんばかりの仕上がってない役者たち。そんなユーロ2024、ここまで来たらもうフランス対イングランドの00 PK 決着、塩試合で締めるか。イングランドにはぜひ決勝まで行ってもらって、スペインにボコボコにされればいいと思ってる。上に行くにつれ上がる塩分濃度。